ました。あ、確かにでもエンジン音変わりましたね。ペーペラルフォートになったこのエンジン、はい、ペリターボです。ペリだ、ね、あの音ペリですよね、はい、対するはランキング10位の小口義則。復活したよ。復活しましたよね、うん、今年はなんか必ずベスト16には残ってくるなっていう感じがありますもん ね。さあ5組目スタートしてまいりました。先行聖永正夫、あと1小口義則の1本目に入ります。まずは水色の星、おー小口、あ戻った戻った、ミスった、戻った小口、小口やっちゃった。さんものすごい同時振りしましたよね。ああこれ危ない、先振りだ。先に振ってる。先振りしたんですが戻っちゃった。今末永正夫深く頭を下げて今スタートしていきます。今度は180小口義則先行、アトーイ RX7 末永正夫の2本目に入ります。まあ、さあ。でも原因は小口さんのような気がするんだけどな、僕は。小口もスピードしないで行っちゃったんだよな、なるほどな。ものすごい。これもうぶつかっちゃうもんな。うん、これは行くとこないですからね。行くとこないよね、もうね。これは小口の原因ですよ、これ。そうだね。マサオ逃げるところないですから。はい。今のリプレイを見る限り、確かに小口もスピン状態になってはいるんですね。